次に取り外しをご紹介します。ちょっと写りが少し難しいですけど、後ろのブラケット後ろ側の爪を後ろに押し上げます。そうすると、前のだけが引っかかっていますが、それを外します。後ろのここの部分を押し上げるときには、このフーガ本体を手に持っていただけたらいいかと思います。以上が取り外しになります。